はい、マックスです。川崎です。うちです。逆マックス、逆マックス。YouTube にこんな質問がありました。前衛なんですが、試合の中でなかなかポイントを決めれません。どうしたらいいでしょうか、というような質問がありました。私もね、前衛だったので分かります。試合の中でかっこよく決めたいですよね、前衛だったら。ね、分かりますよ、すごい。前衛の皆さんはレシーブからの攻撃パターンって何個くらい持ってますかね。もっと攻撃のこうバリエーションを増やしたいなって思ったことありませんか。今回は試合でポイントを取るための必勝パターンを一つ、動画をご覧の熟成の皆さんに伝授していきたいと思います。試合で勝てる前衛の動きを実戦を混ぜながら解説していきますので、一緒に見て強くなりましょう。それでは やっていきましょう。レッツゴー。はい、では前衛レシーブの攻めのパターンをやっていこうと思います。今回やるのはレシーブをストレートロブを打って、相手がギリギリになったところをスマッシュでバカーンと決めるっていうプレーになります。で、このプレーのいいところといいますか、やりやすいところは、ロブをしっかり打つことができれば、相手後衛はコートの後ろ、遠いところからボールを打つようになるので、ボールまでの時間がいっぱいできるので、すごいこっちが縦横無尽に動ける体勢が作ることができます。なので、まず前衛の頭越えのロブをしっかり打つ。で、ロブを打った後にどういったプレーが多いのかというと、相手はコートから後ろに下がって打つようになるので、コートから離れれば離れるほど相手は高いボール、ロビングだったりだとか、まあ、半シュートという、まあ、高いボールが多くなるんですけど、そのボールをこっちが狙いに行くっていう感じになりますので、まずそこのプレーやっていこうと思います。レッツゴー。はい、じゃあ今のプレーをやった中で意識したこと、まず一つ、レシーブについて伝えていきます。レシーブで一番大事なのは、いい中ロブを打つっていうところもそうなんですけど、相手前衛をどれだけネットにピタッてつけさせるかっていうのが一番大事です。そのために大事になるのはボールまでの入り方です。ボールに入るときに打ち方がトップ中ズぞっていう感じで入れば、相手は怖いのでピタッてネットに詰めるので低い中ロブが通るようになるんですけど、ロブ打つぞーって感じになってると、相手は怖くないのでロブを待つっていうところになると低いロブが打てなくなるので、まず相手にシュート行くぞっていうところでまず見せる、相手の見せ方っていうのがレシーブで一番大事になるので、まずこの部分注意してもらえたらと思います。ちなみにこのプレーをマッチポイントで前衛が決めると、こんな風に後衛が喜んでくれます。はいはいはい、よいしょー、はい、よーしバモーす、やりきったわ。後衛からしたら前衛が一人で決めてくれるのは本当にありがたいプレーですよね。ぜひ試合でも決めれるように頑張ってください。はい、じゃあダメなパターンについて説明していきます。ダメなパターンは、先ほど説明させていただいた通り、まずロブを打つぞっていう構えをしながらロブを打つ。それはもう相手にスマッシュが打たれるのと、相手後衛もロブが読めるので、きついボールじゃなくてもトップ打ちされたりとか、こっちが攻められるので、まずその1つ目はダメです。2つ目、ポジションです。ポジションなんですけど、深いいいロブがいったにもかかわらず、ネットにダダダダダダッピタッとついてしまうと、ロブ上がった時に全然追えなくなります。なので、中ロブいいボールがいったなって思った時には、サービスラインの1、2本前ぐらいで止まってください。スマッシュポジションっていうポジションになるんですけど、そこで待つことでチャンスボールを自分で狙いに行くことができるようになるので、いいロブがいった、前につかなきゃって言って前につくのではなくて、しっかりどこにでも動ける、上がってきたボールをスマッシュできるスマッシュポジションで、しっかり相手のどこに打つんだっていうのを見るようにしてください。この2点大事なので、ぜひやってみましょう。それではちょっとダメなボタン見ていきましょう。
今みたいにちょっと打点が低くなってとかロブ打つぞってなった時に中ロブって打ってしまうと、今塾長ナイスボレーだったんですけど、ああいう感じでスパーンって決められちゃうので、ここ注意してください。じゃあ今すごい怖かったんですけど、あの中ロブ低くて取られて嫌だなと思ってポコーンって高い攻めじゃないロブを打ってしまうと、今みたいなドカーンって打たれて、もうただ打たれるだけになってしまうので、やっぱり打点を上げて相手を釘付けにして、こっちが攻めるっていう意識は絶対しないとやられてしまうので、しっかり攻めていきましょう。はい、じゃあ次に大事な2つ目のポイント、ポジションについて少し話をします。ポジションなんですけど、自分がいいボールを打った時ほど前に詰めてはいけないです。前に詰めるんじゃなくてスマッシュポジションに構えて、相手が浮いてきたボールをどこにでも動いて打てる、その準備をするためにネットから少し離れたところで待つようにしてみてください。ではやっていきます。はい、では最後に今日のまとめをしていきたいと思います。はい、内海コーチ、今回のレシーブ中ロブを打ってスマッシュをするときに一番こう大事なポイントを挙げるとしたらどんな点ですかね。まずはレシーブですね。まずレシーブ、レシーブをしっかり打つっていうところですね。やっぱりレシーブが甘くなってしまうと全員に捕まったりだとか、相手攻撃に攻められたりとかしてしまうので、まずは土台となるのはやっぱりレシーブです。中学生の女子とかって、はい、結構こういうプレー使うと思うんですけど、結構成功率とかは高かったりしますか。高いですね。前衛が決めれなくても、後衛の前にロブが行くことで、後衛が次チャンスボールで攻めることができるので、今、前衛が決めるプレーっていう話でやってましたけれども、前衛が決めなくても優位になれるプレーなので、なるほど、はい、すごいいいと思います。なるほど、なるほど。前衛の皆さん、作戦としてもとても使えると思いますので、ぜひゲームの中、練習の中で取り入れてみてください。このチャンネルではソフトテニスに関する体の使い方やストレッチ、筋力トレーニングなど、さまざまな情報を皆さんに分かりやすい形でまとめて発信してますので、塾生の皆さん、チャンネル登録、それからいいねボタン、よろしくお願いします。それでは、今回の動画で終わりたいと思います。また次回の動画で皆さん、お会いしましょう。バイバイ。